皆さんこんにちは。神田外語大学外国語学部タイ語専攻の佐々木有奈です。本学で学べる専攻言語の魅力を伝えていくこの企画、今回のお題はこちら。さっとに可以文通차타이สมัยก่อนใช้ลากสุ่มแต่ตอนนี้ใช้เพื่อการท่องเที่ยวมีงวงยาวและใบหูใหญ่タイでは様々な場所でゾウに乗ることができます。皆さんも機会があったらぜひ乗ってみてください。タイ語は日本人にとってあまり馴染みのない文字と発音ですが、話せるようになったら自分の選択肢が広がるので、興味のある方はぜひ調べてみてください。次のお題はこちら。お楽しみに。とはディーハー。